前回までのあらすじ。新企画を始めたものの活躍できず企画倒れを心配。そしたら案の定企画倒れまっしぐらでございます。以上。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、プトニャブタンです。さあ今回もやっていきましょう。ロマンジュー、なんもロマンを感じんリスクをかけてやっと倒せるようなものがロマンジュなのに。第一ロマンジュ SK、 第二ロマンジュ88、この2つで敵をどんどん攻めする、バッタバッタ投げ倒す、これがこの企画の趣旨だ。はお、待て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 、はっはっは、もう2人抜けてるやん、ふざけんなふざけんな、おい抜けんなよそこ、おーい。いやだからこそ素晴らしいものなのかもしれない。2人抜けたおかげでこっちのやる人数が増えたってことや。さあロマンジュ2つを使って敵をなぎ倒すことはできるのか。88ってあんまりみんな使わないし結構ブレるんですよね。その特にネータかな、この SVD よりもブレるっていうか、ね、それがやっぱきついとこだと思います。あ、くそ、もうちょい、うーん、まずいな。ばば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 、あっぷ、いた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 、無理や無理や、これおい待て、これさ、これなんなんこれちょっと待ってよ、これ思ったけどさ、これさ無理じゃねさっきから思ったけど、これ無理じゃねいや、これ企画倒れとか言ったけど、これむずすぎて企画倒れするぞこれ。いやー、この人数差で、ロマンジュで倒すっていうのは結構厳しいですね。やっぱロマンジュ扱うにあたってヘッド当てるっていうのは必須になりそうですよね。おい、なんでや、なんでショットガンやらへんのや。わあ、無理無理やって、これ無理やっておい、むずすぎやこれ、むずすぎてもう無理やこれ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画のコメント、高評価、およびチャンネル登録よろしくお願いします。こんな動画出してほしいなとかいう意見があったら、どんどんコメント欄に書いてください。Twitter の方では動画の裏事情や、制作秘話などを、書いていますので、そちらの方もよかったら見てください。それでは今回はここまで。次回の動画もお楽しみに。おー、さゆー。